はい、どうも、煮物運輸です。今日はですね、ロボ耳についてちょっとお話しようかと思っております。はい、皆さん、ロボ耳についてご存知でしょうか？よく人型ロボットで体はほとんど人間に見えるんですけども、耳だけメカっていうデザインがあるんですよね。アニメでよくあるんです。この人みたいな感じですね。耳だけなぜかなんかメカっぽい造形をしてるっていう感じです。いつからそんなデザインが出てきたのかよくわからないんですけども、自分の記憶だとツーハートのマルチですね。それが記憶の中では一番古いんですけども、まあもしかしたら昔からもっと昔からあったのかもしれないですね。で、最近はそういうデザインあんまり見かけなくなったかなと思ってたんですけども、仮面ライダー01の、ロボットが耳だけメカなんですよね。なので、最近の若い人も、ロボットといえば耳がメカっていうのは認識になってるんじゃないかと思います。それでですね、ポテトちゃんに対してロボ耳をつけるかどうかってことですごい悩んだんですけども、ロボ耳っていうのは、実は造形的な意味合いだけじゃなくて機能性を含んでるんじゃないかっていうのに気づいたんです。それでですね、自分なりに考えてみたロボ耳の機能性っていうのがこちらの4つになります。1つ目はマイクの取り付け、2つ目はヘッドのアタッチメント。この2つはですね、自分が実際に作ってみたものを、お見せしますので後で、説明します。で、3番の複雑な形状を避けることで量産化が容易っていうのはですね、耳っていうのは結構複雑な形状をしてるじゃないですか。これを量産化しようとすると結構難しい場合がありそうなので、これを簡単ロボ耳という、まあ、量産化が簡単そうな形状で置き換えることで、量産化が簡単になるんじゃないかという、まあ、実際やったことあるわけじゃないので、まあ、やってみないとは実際のところはわからないんですけどね。そして4つ目のカスタム要素なんですけども、まあこれは例えば今自分がつけてるこのロゴ耳は赤かったりするんですけど、まあこれを色を変えたりとか、ちょっと形状を変えたりとか、まあそういう楽しみ方もできるのかなっていう意味でちょっと書きました。では自分が今作ってるロゴ耳を見ていただこうと思います。これがそうなんですけども、ここがですねスポンジになってて、いわゆるマイクがついてる状態になってるんです。この中にですね、コンデンサーマイクが仕込まれていて、ちょっと取り出しますね。こんな感じですね。で、こういう感じで、こんな感じでマイクが仕込まれてても、まあ自然に、まあ見えないかもしれないですけど、まあできるだけ自然に見えるように工夫してるつもりです。次にヘッドのアタッチメントについての話ですね。この現状ヘッドはこういうふうに前後に2つの部品に分かれることになってます。で、この2つをこう合わせるのに、まあ、ネジ止めにしてもいいんですけど、ネジ止めにすると結構取り外すのが面倒じゃないですか。で、結構そのヘッドの中に重要なものが仕込まれているので、中をまあいじりたいとかそういうことが結構あると思うので、これを結構簡単に取り付け取り外ししたいんですね。そこでロボ耳を活用しようと思ったんです。で、ここの形状がこんな形になってますね。で、ロボ耳のこちら側がこんな形状になっていて、これを合わせるとパチッとはまって、で、こう締めると固定されるようになってるんです。
これによってヘッドの着脱がまあ容易になっていい感じになるんじゃないかなって思ってます。はい、いかがだったでしょうか。今日はロボ耳についてお話しさせていただきました。現在のロボ耳もですね、まだ検討中の段階なので、まあ、最終的にどういったものになるかわからないんですけども、今後もですね、ロボ耳の可能性についていろいろ探っていきたいかなと思っております。次回は来週月曜日の配信を予定しております。それではお疲れ様でした。